一匹のでんでん虫がありました。ある日そのでんでん虫は大変なことに気がつきました。私は今までうっかりしていたけれど、私の背中の殻の中には悲しみがいっぱい詰まっているではないか。この悲しみはどうしたらよいでしょう。でんでん虫はお友達のでんでん虫のところにやって行きました。私はもう生きていられませんと、そのでんでん虫はお友達に言いました。何ですかとお友達のでんでん虫は聞きました。私は何という不幸せなものでしょう。私の背中の殻の中には悲しみがいっぱい詰まっているのですと、はじめのでんでん虫が話しました。するとお友達のでんでん虫は言いました。あなたばかりではありません。私の背中にも悲しみはいっぱいです。それじゃあ仕方がないと思って、はじめのでんでん虫は別のお友達のところへ行きました。するとそのお友達も言いました。あなたばかりじゃありません。私の背中にも悲しみはいっぱいです。そこではじめのでんでん虫はまた別のお友達のところへ行きました。こうしてお友達を順々に訪ねて行きましたが、どのお友達も同じことを言うのでありました。とうとうはじめのでんでん虫は気がつきました。悲しみは誰でも持っているのだ。私ばかりではないのだ。私は私の悲しみをこらえていかなきゃならない。そしてこのでんでん虫はもう嘆くのをやめたのであります。